よろしくお願いします。ご紹介預かりました。N チェンジ株式会社の内藤と申します。よろしくお願いします。じゃあ早速、ご説明、プレゼンテーションの進めさせていただき音たいとも思い画ま像す。もしっかり聞こえております。よろしくお願いします。困りました。すみません。ちょっと少々資料が多いので、ちょっと資料を簡単にですね、ご説明させていただきながら、資料は後日提供も可能ですので、ご連絡いただければと思います。まず、我々の自己紹介ということで、会社案内というところです。N チェンジ株式会社はですね、エネルギーの未来を作るという言葉を、ミッションにですね、事業を進めている会社でございます。設立は、2015年の4月で、ちょうど電力の自由化が行われる2016年の、1年前というような形になります。現在ですね、ちょうど2020年の12月末に東証マザーズの方にも上場させていただいたというようなところでございます。N チェンジのですね、事業方針ということで、エネルギーの 4DX というふうに言っているんですが、この図にあります通り、エネルギーはですね、海外でもそうなんですけど、大体4つの D ですとか、3つの D というところを言われていまして、1つは自由化、その次にデジタル化、脱炭素化、分散化というところで、さまざまな、エネルギーの中でも、分野で方で、技術革新ですとか、サービスというのができているというところでございます。我々はですね、この4つの D というところをですね、さらに IT の力を使って、4DX というふうに言って、さまざまな、事業を展開させていただいてございます。プラットフォーム、エネルギーのプラットフォーム事業ということで、我々の方で実施しているエネルギーのプラットフォーム事業、こちら非常に分かりやすい事業なんですけども、日本最大級のですね、電力ガス切り替えのプラットフォームというのを運営しております。月間ですね、ユニークユーザー数220万人ということで、多くの方に利用をいただいて、で、家庭も、法人もですね、電気ですとかガスの料金の切り替えをして、光熱費を、失礼しました。ちょっと画面共有ができていなかったようで、すいません。こちら、今見えてますでしょうかね。はい、見えております。ました。ちょっとすみません。前段はこういった形で会社の概要を説明させていただきました。こちらの電力比較サイトの方を運営をしてございます。こちら一般のお客様向けのサービスでございます。で、もう一つエネルギーデータ事業というものをやっておりまして、こちらはですね、エネルギー会社さん向けのサービスということで、例えば東京ガスさんとか、東京電力さんにですね、ウェブページ電気の簡易シミュレーションのソフトですとか、申し込みのサービス、そういったものを SaaS 型で提供させていただく。その他、電力のスマートメーターのデータを解析するサービスですとか、さまざまなサービスというのを、個人のお客様や、エネルギー会社様に提供させていただいているというところでございます。ここからが今日の本題ですけども、再生可能エネルギーの普及と海外 VPP サービスの事例というところで、世界的な潮流としまして、もう皆さんご存知、すみません、ちょっと表示が、ご存知だと思いますけど、クリーンですとかエネルギー技術での脱炭素社会に、世界というのは向かっています。世界は急速にですね、脱炭素社会に向かっておりまして、日本では菅政権の、誕生以降ですね、グリーン成長戦略というものを公表して、で、アメリカではそのバイデン大統領によりパリ協定の正式復帰に向けた手続きも入っています。2050年のですね、脱炭素化を合意している、イギリス、欧州諸国含め、世界のエネルギー業界は、大きな変革が今迫られているところです。こちら、日本のグリーン成長戦略ですけども、グリーン成長戦略のですね、ほとんど半分と言ってもいいほど、すべてエネルギーということになっております。で、2050年のカーボンニュートラルの実現というところで、特に再生可能エネルギーにつきましてはですね、こちら青い枠で囲っておりますが、多様な専門家間の意見を踏まえ、2050年には発電量の約50から60%を再エネで賄うことを、議論を深めていくにあたっての、一つの参考として、今後の議論を進めるということで、約半分をですね、再生可能エネルギーにするというところで、現在、カーボンニュートラルの実現に向けて日本は動いているというところでございます。
で、この再生可能エネルギーなんですけど、そもそもの電気というところなんですが、電気はですね、需給のバランスが崩れてしまうと、周波数の乱れが生じて、発電所の発電機や工場の機器にですね、悪い影響を与え、最悪の場合は大規模停電というところにつながってしまいます。こちら左側がこうイメージの図になっています。で、太陽光発電ですとか、風力発電のようなこの再生可能エネルギーというのは、やっぱり日射量や風の強弱によって発電設備の出力というのが変動します。ですので、今後再生可能エネルギーの普及に合わせて、電気を使う側の電力需要の抑制ということで、デマンドレスポンスというものが非常に重要になってきます。こちらが経済産業省が出している図になるんですけども、こういったですね、再エネの普及の中で、発電機、冷凍機、空調システム、蓄電池、電気自動車、コジェネシステム、工場の生産時間のシフトなど、電気を使うですね、需要家側さんに導入される分散型のエネルギーリソースの活用、というのをこう総称してバーチャルパワープラント VPP というふうに言いますが、それらが求められています。これまではですね、発電機、火力発電とかをですね、動かして電気の需給に合わせて出力を上げたり下げたりということで、発電機側でコントロールをするということが多かったんですけど、今後もう半分以上が再エネになってきますと、なかなか当然ですね、太陽や風をコントロールできませんので、電気を使う需要側のコントロールが必要ということで、大きくエネルギーの使用の構造も変わってくるというようなところでございます。すでにですね、欧州ではですね、こういった DR ですとか、デマンドレスポンスですとか、バーチャルパワープラント、VPP サービスを提供している会社、エアサービスというものが非常にたくさんあります。こちらですね、参考に、この7社、載せさせていただいております。非常に大手の会社さんがあって、もう VPP やこういった DR のビジネスだけで、ビジネスができているような、そういった会社も多くあります。日本はまだそういった会社はありませんので、これからそういうふうになっていくというふうに、考えております。特にですね、次のページに。特に一番上のネクストクラフトベルケさんというのは、最近東芝さんとも日本に子会社を、合弁会社を作るということの発表なんかもしてございます。で、また一つですね、ちょっとこれは面白いサービスの例ということで載せておりますが、これは、オームコネクトという会社です。オームコネクトというのは、アメリカの会社でして、こちら住宅用なんですけど、住宅用に、VPP ソリューションというのを提供しています。で、一般家庭のユーザーが、電気の需要のピーク時に、電力消費量をこう減らすとですね、現金の報酬ですとか、その他の商品がもらえるというものです。で、スマートプラグなどね、こういった真ん中にあるような絵の、デバイスとも連携可能で、例えばですね、冷蔵庫のコンセント部分に、このスマートプラグを設置して、で、節電プログラムに参加している場合は、節電が必要な時間にですね、自動的にコンセントを遮断をしてですね、その分電気を下げて、それを、このオンコネクトというのは、市場等に売買して収益化して、それをお客さんに還元すると、そういったことを、やっています。で、日本でもですね、VPP 事業というのは、立ち上がりつつあります。で、左側はですね、エナリスという会社や KDDI が中心に、さまざまなエネルギー会社が参画して、実証実験というのを、始めております。で、右側が、先ほどもお話した、ドイツのネクストクラフトベルケは東芝と新会社を設立して、VPP 事業を実施予定ということで、こちらも同じように絵がありますが、こちら発電機、蓄電池とか太陽光 PV というふうにありますが、これ以外にもその需要をコントロールする先ほどの生産計画をシフトするとか、冷凍機を止めるとか、そういったこともですね、アグリゲートして各市場に取引をする、こういったことのビジネスというのが出てきております。で、Nチェンジ、我々の会社もですね、Nチェンジの DR サービスというものを提供というのを開始を始めました。Nチェンジではですね、こう調整力を取引する会社をこうアグリゲーターというんですけど、そこと企業様を仲介するサービスで Nチェンジ DR を開始します。で、日本に眠るですね、未活用の DR のリソース、自家発電機でまだまだ出力が上げれるものですとか、あと蓄電池とか、空調機、冷凍機、工場の生産ラインシフト、というような、こう電気の需要を、上げ下げしたり、
シフトしたり、そういったことを、ね、できるリソースを集めて、まあ、収益化してお客さんに利益を還元する、そういったサービスも、実施しております。こういったところですね、まあ、こういったものもですね、今日お聞きいただいている皆さんもこういった設備を持っている方がいらっしゃいましたら、まあ、ぜひですね、こういった収益化の検討なんかもしていただきたいなと思っております。で、こちらですね、VPP の事業というのは、もうあくまで一つの例なんですけど、まあ、エネルギーの分野ではですね、これはもう日本よりも欧州ですとか、まあ、英国、アメリカ、アメリカは州により制度も異なりますが、の方が制度改革というのが5年から10年で進んでいます。電力自由化も10年以上進んでいますし、まあ、今回のそういった調整力を市場で取引できるというところも、もう5年以上進んでいるというような形で、ですので、まあ、こういったエネルギーの領域においてはですね、この欧米を参考にした、まあ、タイムマシン経営というのが、まあ、日本で新しいエネルギーサービスを成功させる鍵になるというふうに、我々は考えています。そこでですね、我々の方が実施している海外エネルギー企業とのイノベーションプログラムということで、Nチェンジインサイトベンチャーズというものを提供をしております。で、このNチェンジインサイトベンチャーズというプログラムは、我々のNチェンジ株式会社と、あと英国に子会社があるスマップエナジーという会社が主催する、日本のエネルギー関連企業様と海外エネルギーベンチャー企業をマッチングするエネルギーイノベーションプログラムというようなものでございます。このプログラムを通じてですね、海外のエネルギーベンチャー企業サービスを知り、日本市場向けの提携やベンチャー企業への投資を行うことを目的にしています。スポンサー企業ということで、これは2020年のスポンサーの企業の方々で、21年も、今後もずっと続けていくというようなことで、これぐらいの多くのスポンサーの方に入っていただいています。サービス自体はですね、このプログラム自体は、企業のデータベースや欧州のネットワークを活かして、海外ベンチャー企業のスカウティングをして、ショートリストを作ります。その中から、企業の採択分析ということで、ベンチャー企業、海外のエネルギーベンチャー企業による、ウェビナーでのプレゼンを実施していただいて、Nチェンジからもですね、その企業の分析レポートなんかを提供して、提携の可能性を検討していくと。で、最後にですね、ベンチャー企業に興味があるというふうになれば、ワンオンワンでの、ミーティングとか交渉を通じて、事業検討とか投資の検討というのを進めます。はい、ベンチャー企業のスカウティングはですね、ちょっと時間もあれなので少し割愛させていただきますが、ここにあるような欧州や世界のこうパートナー企業、エネルギー会社ですとか、こういった、ベンチャーキャピタルさんにも、紹介いただいて、さまざまなエネルギー会社を開拓しています。で、こちら2018年からこのプログラム実施してますが、2019年ですね、ベスト20という形で、採択をするということで採択された企業の一覧です。ここに先ほどのネクストクラフトベルケがあったりとか、下に例出してますけど、ビルタさんという会社は、EV 充電のプラットフォームを作っている会社で、この会社もこのプログラムを通じてですね、出資とか協業の検討を進めるというようなプレスリリースが出ました。あと最近大きいところですと、一番下のところで東京ガスさんがですね、オクトパスエナジーというこの JC2019 のゲストに来ていただいた会社なんですけど、ここもですね、このプログラムで出会って、戦略的事業提携ということで、東京ガスさんが、イギリスに200億円規模の会社を設立して一緒に協業するということも発表してございます。で、こちら2020年で昨年のプログラム そのベスト20の会社なんですけども、このような会社で、さまざまな分野の会社があります。で、これらの会社も今我々も含めて交渉等も、している最中なんですけども、特にこのスカイスペックスという会社は、東京電力ベンチャーズさんが、日本の独占契約を結んだなんていう報道も出ていたりして、非常にですね、ホットな会社さんも、このプログラムに呼んで、最新のエネルギービジネスを学んだりできるようになっております。で、2021年はですね、グリーン成長戦略に合わせてこういったカテゴリーの会社を、呼ぼうとしております。洋上風力ですとかアンモニアや水素などの、再生可能なエネルギーを利用して作られる原料ですとか、自動車、半導体、蓄電池、物流、カーボンリサイクル、住宅、資源循環、ライフスタイル、こういった会社をですね、何社か集めてウェビナーを見て協業とか、勉強したりするということをやっております。これから4月から開始していく形ですね。
で、提供のプログラムにつきましてはですね、大きくちょっと書いております。簡単にステップとしては、企業の選考、ウェビナーを企業をまず選びまして、で実際にこうウェビナーで企業の話を聞くと。で、企業の分析レポートというのを我々の方で提出させていただいて、まあ、オンラインの、ミーティングをして、交渉をしたり、もうちょっと詳しい価格感を聞いたりして、で、まあ、半年に1回こう集まるイベントっていうのを、やってますので、まあ、そこで、多くの会社さんに集まっていただいて直接交渉するなんていうことも、やっております。で、過去のプログラムの様子なんですけど、こういった形で、まあ、ウェビナーを実施をしたり、2019年には直接こういったあってワンオンワンのミーティングを通訳を入れて実施したり、あとはこういったみんなで集まる食事会みたいなところの、まあ、ネットワーキングをしたり、こういった企業訪問とかそういったものもやっております。こちらもちょっと今年も全てオンラインの開催になるんですけど、まあ、コロナが明けた時にはまたオフラインで、こういったイベントなんかもやっていく予定です。で、このインサイトNH エンジンサイトベンチャーズのスケジュールとしましては、今まさにちょうどプログラムちょっと始まったばかりというところで、1、3月はベンチャー企業のスクリーニングですとかショートリストの作成、そういったものを、して、まあ、スポンサー企業の皆さんからこう評価をもらってどういった会社を見たいかというのを今精査しているところです。で、4月からはですね、実際に先ほどのカテゴリーにあったような、会社のですね、ウェビナーを、まあ、毎月3社程度実施をして、分析レポートを提供させていただいたり、オンラインのミーティングの機会を提供したり、まあ、そういったことをやっていく予定でございます。で、9月にはですね、まあ、そういった会社が集まる、合同のイベントみたいなものを予定してますが、まあ、ちょっとオンラインでの開催になりますので、プログラムについては、今まさにちょっと検討中というところで、こういった形で、半年、ちょっと今回は9ヶ月なんですけど、まあ、原則半年のスケジュールでプログラムを、運営をしております。で、スケジュールにつきましては、今年の、ところで、まあ、1月と2月はですね、実は昨年のプログラムの延長という形で、まあ、こういった会社さんに、実際に、ウェビナーというのをやっていただいております。で、まあ、4月以降ですね、ベンチャー企業のウェビナーっていうのを、何社かずっとやっていくような形に、なります。はい。で、契約プランで料金の部分なんですけど、こういった契約プランというのを我々用意してまして、以下の、3つというところでですね、用意してます。まあ、ベーシック、プロ、プレミアムというところで、ベーシックはですね、まあ、このプログラム、まあ、ちょっと興味持っていただいて、まあ、興味あるんでまずちょっと聞いてみたいなっていう方、向けのプログラムでして、で、プロの方につきましては、まあ、特定の領域ですね、まあ、例えば EV 関連の領域にもうちょっと組み込んで技術とか調べたいとか、直接海外の、会社とも交渉したいとか、まあ、そういったところについて新規事業の開発とかサービスを検討している会社さん向けですね。具体的にこの交渉なんかもちゃんとできたり、我々もサポートさせていただく。で、プレミアムにつきましては、まあ、エネルギー関連全般ですね、もう発送電とか小売サービス、市場取引とか、まあ、そういったもう本当にエネルギー会社さん向けということで、大きい、さまざまなエネルギービジネスをやる会社さんの新規事業開発とか投資部門の方向けのサービスということで、まあ、こちらはですね、まあ、我々もコンサルティングをしたり、そういった会社さんの意見も反映させながらプログラムを運営するというようなものになってございます。で、参加というところですね、まあ、ぜひ今日ウェビナーさせていただいた中で、もしこういった今後エネルギービジネスのことをちょっと検討していきたいんだとか、ちょっと調べたい、まずはちょっといろいろ調べたり学んだりしたいみたいな方々いらっしゃいましたらですね、まあ、ぜひここに参加いただけると、今後その欧州などでもすでに成功して実績のあるベンチャー企業でですとか、まあ、そういったところのサービスというのを学んで、まあ、日本でどういうことが起こるかっていうところが非常に分かりますので、ぜひですね、興味ある方は参加いただきたいなというふうに思っております。で、まあ、ちょっと今回特別にですね、通常プログラム、この半年、今回だけちょっと2021年の上期だけちょっと1月から9月ってなっていて、それ以降ずっと半年なんですけど、まあ、そのプログラムの例えば後半で入った場合になんか全てのプログラムの情報とかが見えてしまったりするので、まあ、基本的には公正性を保つためにですね、プログラムの途中から参加した場合は、プログラム開始から参加月までの費用っていうのも、全ていただくようになってるんですけど、まあ、ちょっと本ウェビナー受講の方はですね、まあ、今回初めてというところもありますので、まあ、特別にプログラムの参加月基本的に、まあ、4月からというところでですね、まあ、費用発生という形でちょっと今回これに合わせて用意させていただきました。もしですね、本当に興味があるという方はですね、ぜひこちら
我々の事務局の方までお問い合わせいただければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。すみません、ちょっと駆け足になって